松浦五兵松浦五兵から1931年3月12日は、明治から昭和初期の政治家、実業家、衆議院議員、衆議院副議長、旧姓、栗田。東東海国上東軍鯖漠村で、栗田文次郎の次男として生まれる。1892年、東京法学院を卒業。1893年、佐野郡西郷村。 五名の松浦家の養子となる。小笠軍会議員、静岡県会議員、同参事会員を歴任。1902年8月、第7回衆議院議員総選挙に、静岡県軍部区から立憲政友会所属で出馬し当選。以後、第16回総選挙まで連続10回の当選を果たした。日本政党を食事権に連座し、 1909年7月3日、有罪判決を受けて、衆議院議員を退職したが、1912年5月の第11回総選挙で当選し議員に復帰した。1924年1月、声優会の分裂の際には、声優本党に加わり、後に幹事長を務めた。1927年3月、衆議院副議長に選出され、 1928年1月の衆議院解散まで在任した。また、静岡県農会長を務め、産業の振興、海外進出に尽力。その他、小笠郡茶業組合長、掛川商業銀行陶取、堀之内銀行陶取、富士工業社長、静岡新報社長などを歴任。1931年3月、東京から帰京の途中の列車内で発病し、 神奈川県茅ヶ崎で死去した。ありがとうございます。